い、どうもバイス TV です。もうこのね景色で分かる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、私はですね宮古島に来ております。宮古島の与那覇ビーチっつったかな、はい、もう何回来ても名前がすんなり出てこないっていうビーチなんですけども、宮古島ではね一番有名なビーチなんじゃないでしょうか。僕はね個人的には伊良部島の徳之島とかの方が好きなんですけども、まあそんな話はいいとしてですね、この動画で伝えたいのは一つ、実はね僕のチャンネルバイス TV なんですけども、やり始めて1年半ぐらいでしょうか、チャンネルの総再生数がなんと100万再生突破しました。実はね少し前に突破してたんですけども、どっかでこの動画やりたいなと思ってて、今回ここにせっかく来たんでね思いついてもらいました。で、まあ、僕別にね自慢とかじゃないんですけど、本当に皆さんにお礼が言いたい。で僕のチャンネル、まあ言っても数百回再生っていうのがほとんどなんですけども、いくつかの動画が何万回、ものによってはね10万再生を超えてる動画もあって、まあ、そういうのが引っ張って、いるんだなというところであるんですけども、去年の夏ちょうど約1年ぐらい前に収益化ができて、だからそっか YouTube 始めて2年ぐらいかな、うん、2年ぐらい経ちますね。でですね、あちょっと陰ってきた、あ涼しくなってきた。ちょっとねこの景色で撮影したいんだけど、すごい暑くてね今ちょっとヒヤッとしてやりやすいですから、とにかく皆さんにありがとうございますとお礼を言わせてください。まあ、僕はね全然1000人 YouTuber ってわけじゃないんですけども、思いついたら、ね、面白い動画をどんどん撮っていこうと思ってます。今回の宮古島は特に動画を撮るっていうあれではないんですけども、一応ねでも僕伊良部島には明日あたり行こうかなと思ってて、僕すごい好きなんですよね伊良部島が。もしかしたらバイク借りるかもしれないですけど、もしかしたら、自転車を借りてね、結構距離あるんですけども、これちなみにこれは違うんですけど、結構距離があるんですけども、ね、ちょっとやってみようかなと。あんなに海の上を、あんな綺麗な海の上を走れる橋って多分他にないですよね。あそこのねこれ、この展望台すごいおすすめですよ。なんだっけ竜宮城みたいな名前の展望台があるんですけど、僕いつもねなんかちょっと曇ってきたいつもね着くとねまずあそこに行くってことが多いですね。ってことでね、まあ、今回は本当に100万回ありがとうございますという動画でございます。肩肘張らずに引き続き続けていけたらなと思っております。もしかしたらね今回そんな動画撮るつもりはないんですけども、もしかしたら多少まああまり自転車とかバイクとか関係ないネタかもしれないですけどね、動画にするかもしれないんで、ね、それも楽しみにしておいてください。ということで本当にありがとうございます。100万回達成しました。